本能寺の変の後、織田信長は歴史の表舞台から消えた。公には明智光秀に討たれ死んだとされた。信長の死の方に攘夷に信長を救おうとした羽柴秀吉は、信長を救えぬ攘の無力さに絶望し、攘を捨てることを決意。腹心の軍師黒田官兵衛と共に苛烈な非常の知性で日の本を平定。豊臣秀吉と改名し、恐怖で天下を支配していた。秀吉の太刀雑賀孫一、そして隠密柳生宗則は、秀吉の非常の世を打破できる男織田信長を探し訪ねた。豊臣討伐戦。秀次は謀反を企んでおった。行状にも問題が多い。身内だからこそ厳しく処分せればならん。はい、こんにちは。お邪魔しますよ。貴様、よくも抜け抜けと。おっと、喧嘩しに来たんじゃないよ。織田信長にまた天下を取ってもらいたくてね。俺は太刀の真意が知りたい。あいつに何が起こったのか知りたい。それにはもう戦うしかねえ。やり合う覚悟はできてる。秀吉と官兵衛がこねし天下持ち、怨嗟と絶望が渦巻き、とても食えたものではない。ならば再び信長に就かせ、良い塩梅となった餅を食らうつもりか。家康は。ご想像にお任せする。良い、乗ってやろうぞ。信長様、楽しませよ秀吉、官兵衛。敵は大阪城にあり。敵襲だと？大阪は敵。やってみせる。任されと。見てな。天下の賢者はわしの支配と同じ。完璧にして不落よ。悪趣味な城よ。城下を一掃せよ。足場を固める。秀吉、笑えねえよ。俺
俺がお前を止めてやる。ヒデス、敵の正体が分かった。木工は織田信長にございます。バカか、信長様は爆弾を撃ったはず。それになぜわしを責めるんじゃ。本陣を死守せよ。信長の命も猿などにくれてやる。久々の対面、許せ。信長様、俺は秀吉を支えるって決めた。だから、許してください。応接準備。狙いは三成らのこもる石田丸。貴様は大阪防衛の要、期待させるものか。進軍開始。今は秀吉の天下を支えるためあなたと戦います。信長様、おじきや大草を捨てて秀吉に俺はかけたんですから。よい、許す。わかんねえ、なんで信長様が秀吉を責めるんだ。さて始めるとしようか。西取りでいただこう。やるじゃねえか。
私のため地獄を作ってくれるのかしら。命は軽し、苦境耐えなくては。すでに骨董世の中を耕している間に技術は進んだもん。だが時代は進んでおらんの。さあ全軍大阪城へ進軍せよ。相手ではなかったか。やってみせる。信長様が修羅地獄を作っておられる。力負けしているか。出過ぎよ。自重して。という強さよ。地獄への上昇に過ぎん。ウニじゃ。なんという強さよ。さすがですね。戦力を見誤ったか。いかに脱するか。俺が負けただと。お見事にござった。見てな。任された。引けない。この命両取り。ただ信長と共に圧政者の太刀を打つ。今の俺の立ち位置はそんなとこだ。信長、俺はお前のことがまだ許せぬ。そんな俺は戦の後太刀を許せるのだ。世は有無を許せ。まずはやってみよう。気に入らねえな。ああ、やってやるぜ、やってやるよ。任されと。秀吉様の一大事だ。正則、急げ。敵増援。見てな。おじきに逆らうバカはどいつだ。って信長、マジかよ。Two!
けしているか。素晴らしいご活躍ですね。やべえな、だいぶやられてんじゃねえかよ。ガチやべえ。しゃらー、ガチで気合い入れてくぜ。最後救援要請したい。野敵映像うわっ。開門耐えきれん、聞かせてもらう。地獄への序章に過ぎぬ。こちらから攻めてきたか。秀吉様のもとへは行かせんぞ。城内の侵入を許すと、俺が取る。開門一人で背負おうとするのか。もしかしたら任されたこのままでは救援願います。ご自重願う。野敵映像開門。遅れを取ろうとはな。身のほど知らずめ。序章に過ぎぬ。任されて。これを取ろうとはな。野敵映像。私のため地獄を作ってくれるのかしら。
されたふ見てなたとえ相手が信長様だとしてもこの秀吉の城壊させやしねえ敵増援欲しいそれがウヌの答えか。なぜいいぞ。思えば、私が信長を生かしたのは元凶。この始末、私自身の手で片をつける。敵増援。なぜいいぞ。勘弁。お前、来てくれたんか。見事なお手並み。おじき、俺らはどこまでもおじきの味方だ。敵増援。見てな。任されと。やってみせる。お客様と合流する。長を再び死の世界へ送り返さねばならん。もう一つ行きますか。進軍開始。わしゃ天下人じゃ。信長様から逃げるわけにはいかん。開門。気にするなよ。カメ、お前は絶対に死なせん。信長様に勝ち、お前の身必ず奪い返す。秀吉様、開門。急げ。急げ。この俺にもあるんでね。素晴らしいご活躍ですね。遅れを取ろうとはな。なぜいいぞ。苦戦救援コウ。俺が苦戦普通になしだろ。苦戦救援コウ。押されている。いざ戦わん。勝負いたせ。いざ参らぬ。地獄への上昇に過ぎぬ。私の船、地獄を作ってくれるのかしら。なんという強さよ。耐え切れん。引かせてもらう。苦戦救援コウ。
モテる男には敵が多いってか。我がこうにしてくれれば。見てな。言われるなら女性がよかった。救援コウ剣を向け合えば死ぬか。なでいいぞ。入るか。身のほど知らずめ。私たちこそ天下無双の者の船。天下無双の修羅どもよ、撃て、たやせ。我ら用いる者こそ天下無双の兵法だ。俺ら天下無双のイケてる集団だな。無限じゃ。しまうとは。やるじゃねえか。無念じゃ。苦戦救援コウ。戦場の死なんて安いものさ。戦い方だ。無理すると死ぬ。なでいいぞ。お見事にございます。序章に過ぎぬ。本能寺で死んどられなかったんですな、信長様。嬉しいか、サグ。さっきのことを。わしは情を捨てました。多くの犠牲を払ってここまで来たんじゃ。返すことなどできん。
わしは何も間違っとらん。非常こそ天下をまとめる近道。悪一人を殺し万を生かす。秀吉、お宅には死んでもらうよ。ああ、殺せ殺せ。わし一人死んだところで世は変わらんわ。待たれよ。秀吉様に道を誤らせたは軍師たる私の罪。罰せられるのは私一人が妥当かと。カメ、何言っとる。いかん、いけませんぞ信長様。勘弁をこんなところで死なせては。いいえ、秀吉様を処断されるならその前にまず私を切られよ。ダメじゃダメじゃ。信長様、責任は全てわしに。信長様。秀吉、勘弁。うぬらを生かすは女王自らが生みし、恨みやつらみ自らの手で太平の歓喜へと変えてみせよ。結局秀吉も黒田殿も信長も皆女王は捨てきれなかったってことかな。いいお話なんだけど、拙者の目論みはご破算。いっそここで二人を切っちまうかね。まあそこはお前の情にすがりたいところだがな。それでもやるってなら俺が黙っちゃいないぜ。ダチの情は復活したんだね。今孔明の秘策が効いて呆れる。だが慶とこのくだらぬ神が私を救ってくれた。